エリーコの故障船は、米英戦争中の1813年9月10日、エリーコのオハヨ州湖岸、プットインベイ近くで戦われた水上戦であるアメリカ海軍の9隻の艦艇が、イギリス海軍の6隻の艦艇を打ち破り捕獲した。この結果、米英戦争の残り期間、エリーコの清水圏を確保し、一方でデトロイトトリでの支配を回復し、テムズの戦いにも勝利して、 デカムセのインディアン同盟を消滅させた。米英戦争が勃発した時、イギリス軍はすぐにエリーコの清水権を掌握した。イギリス軍は植民地の海軍によって管理される小さな船体を持っており、海戦のためというよりも輸送のために使っていた。対するアメリカ軍はこれに対抗できるものがなかった。イギリス軍のアイザック・ブロック少将は、 この優位性を利用して、デトロイトの包囲戦で、アメリカ軍を下した。デトロイトトリデが陥落した時、アメリカ海軍が唯一所有していたブリッグ戦、アダムズも失うことになった。イギリス軍はこの船を、HMS デトロイトと改名した。1812年10月9日、ジェスエリオットが指揮するアメリカ軍の水兵と海兵が、エリートリデの近くで、 HMS デトロイトに乗り移り、ブリック船カレドニアと共に捕獲した。デトロイトはナイアガラ川の中州にある島で座礁し、再度捕獲されることを避けるために燃やされた。カレドニアは、ブラックロックの海軍造船所に栄光され、アメリカ海軍の艦船として収益した。カレドニアとその他に購入されたスクーナー船は法廷に改装されたが、 ナイアガラ川を見下ろすエリー砦の大砲に睨まれているため、ブラックロックに釘付けにされた。1813年1月、アメリカ軍は2隻のブリーック偽装コルベットと数隻の多種艦艇の建造をプレスクアイルで始めた。オリバー・ハザード・ペリー海軍大佐がこれより少し前に、エリー湖の指揮官に指名されており、3月の末に、 プレスクアイルに到着した。ペリーは、プレスクアイルの防御の手配をし、オンタリオコに行って、そこのアメリカ艦隊の指揮官であったアイザック・チョーン氏、海軍准将から水兵を借りた。ペリーは、アメリカ軍のスクーナーと法廷で常時砦の戦いを指揮し、5月末にイギリス軍がエリートリデを放棄していたので、アメリカの艦船が自由に動けるようになった、ブラックロックに行った。 ペリーは続いて、戦隊と共に、ナイアガラに向かい、数日間活発な作戦行動を起こった後に、プレスクアイルの湖岸に戻った。一方、イギリス海軍のロバートヘリオット、バークレー中佐は、エリーこのイギリス戦隊の指揮官に任命された。バークレーは、アマーストバーグへの陸路を退屈な旅を強いられ、6月10日に、やっと到着した。同行したのは一握りの士官と水兵のみであった。 それにもかかわらず、バークレーは2隻の艦船で出航した。まずプレスクアイルで、ペリーの基地を観察し、2000名の民兵、大砲及び保留で守られていることが分かった。続いて、エリー子の東端に向かい、ブラックロックから向かっているアメリカの艦船の動きを阻止しようとした。しかし霞がかかっており、見落としてしまった。7月から8月にかけては、アマーストバーグで、 コルベット艦 HMS デトロイトの完成を急ぎ、戦隊戦力の増強を図った。バークレーは、オンタリオコで指揮を取っているジェームズ・ルーカス用順将に、対して、繰り返し兵士と物資を送ってくれるように依頼したが、送られてきたものはわずかであった。デトロイトの前線で、イギリス陸軍を指揮するヘンリー・プロクター少将は、増援がなければプレスク・アイルを攻撃しないと言って、よこし、 アゲクニステファンソン砦の戦いでは大きな損失を被ってしまった。バークレイはプレスクアイルの封鎖を続けていたが物資の不足と悪天候のために7月29日に解除しなければならなくなった。バークレイが4日後に戻ってきてみると港の入り口とはサスを隔てた向こう側にペリーがその船体の大半を率いて活動中であった。これは疲れる仕事であった。 すべての集停から大砲を取り外し、その大半をキャメルの間にあげなければならなかった。ペリーの2隻の大きなブリックは戦闘の用意ができていなかったが、法廷や小さなブリックが自信ありげに戦列を形成していたので、バークレーはデトロイトの完成まで待つことにして引き上げた。ペリーはその戦隊の偽装を済ませ、大砲を搭載し終わると、 湖を支配した。バークレーはアマーストバーグへ物資を運ぶことができなくなったので、その水兵、プロクターの軍隊及び大部隊のインディアン戦士と、その家族はすぐに物資が不足するようになった。バークレーは再び出港してペリーと一戦を交えるしか選択肢がなくなった。両軍の戦隊は9月10日に、オハイオ州沖のプットイン米近くで返した。 風はそよ風であった。バークレーはまず風上に立ったが、風向きが変わり、ペリー全体が接近して攻撃を仕掛けてきた。ペリーは、その2隻の大きなブリック。しかし、エリオット船長のナヤガは、動きが遅く間に合わなかったので、ローレンス単独で3隻のイギリス船と向き合うことになった。このことは、その後、長い間議論の種になってきた。 アメリカ軍の法廷は遠距離からイギリス戦に向かって確実に砲撃を続けていたが、ローレンスは結果的にひどく破壊された。乗組員の5分の4が戦死、または負傷した。両戦隊ともに軍医が熱病にかかっていたので、負傷者は助手の手当てを受けた。ペリーは機関を変えることにした。激しい砲火の下をボートで販売る小木を当たり、ナイアガラに移った。 ローレンスは敵の手に渡った。ナイアガラに乗り移ったペリーはエリオットを派遣して法廷を接近させるように伝えさせ、ペリー自身はバークレーの損傷した艦船に対する攻撃にナイアガラを向かわせた。ナイアガラの原則の大砲がバークレー船体を損傷させた。デトロイトは別のイギリス艦船クイーン・シャーロットと衝突し、 両戦ともに航行不能になった上に指揮官が戦死、または負傷しており、降伏した。小さなイギリスの法廷が逃げようとしたが、捕まえられやはり降伏した。ペリーはナイアガラで戦闘に勝ったが、再ダッシュしたローレンスの甲板でイギリス軍の降伏を受け、イギリス軍の兵士がアメリカ軍のかぶったひどい代償を見ておくようにさせた。両軍とも100名以上の損失があった。 官邸は闘病されウエストシスタアイランド近くで急速に修繕を行った。ペリーは北西ブリック軍司令官のウィリアム・ハリソンに宛てて現在でも有名な伝言を送った。古い封筒の裏に鉛筆で書かれた伝言は以下の通りである。将軍閣下我々は敵と遭遇し全てを捕獲した。二隻のシップ、二隻のブリック、スクーナーとスループが一隻ずつである。 大きな尊敬を込めて、足元、OH ペリー次にペリーは、海軍長官のウィリアム・ジョーンズに当てて、次の伝言を送った。ウエストシスター沖のブリック船ナイアガラより、エリーコ、9月10日午後4時背景この古城の敵に、対する、目覚ましい勝利を、アメリカ軍にもたらしたのは大きな喜びです。2隻のシップ、2隻のブリック、スクーナーと、 スループが一隻ずつのイギリス戦隊が激しい戦闘の後で私の指揮する戦隊に降伏しました。私は機械の忠実な僕であることを誇りに感じております。OH ペリーペリーは戦隊の応急修理を終えると2500名のアメリカ兵をカイロでトロイトに送り、一方でハリソンは1000名の騎馬兵で陸路を移動した。 プロクター指揮下のイギリス軍はデトロイトとアマーストバーグを放棄し撤退を開始した。ハリソンの部隊がプロクター隊に追いつきテムズの戦いも決定的な勝利に結びつけた。この時にテカムセが戦死したアメリカ軍は米英戦争の残り期間エリーコを支配し続けた。このことが1814年のナイアガラ半島でのアメリカ軍の成功に貢献し、 ミシガン州、オハイオ州、ペンシルベニア州及びニューヨーク州西部におけるイギリス軍からの脅威を取り去った。米英戦争終了後、アメリカ海軍はエリーコのミザリー湾でローレンスとナイアガラを意図的に沈めた。古城船で受けた損傷がことのほか激しく修繕に耐えなかったからである。1875年、ローレンスは引き上げられフィラデルフィアに移動して、 独立100周年展示会で展示された。その年、遅く、ローレンスを収容していたパビリオンが出火し、ローレンスも怪人に返した。ナイアガラは1913年に引き上げられ、修復されたが、そのまま放置された。最終的にナイアガラは解体され、その部品が新しく建造されたナイアガラに使われ、現在でもペンシルベニア州、エリー市で見ることができる。プットインベイの ペリーの勝利及び国際平和記念公演の中にあるペリーの記念碑はこの戦闘で戦った兵士を記念している。戦後、ペリーとエディオットの間で戦闘中に果たしたそれぞれの役割について激しい口論が起こり印刷物でも争われた。イギリス軍のバークレーは軍法会議で無罪とされたが傷の具合が思わしくなく数年間は軍務に戻れなかった。エリーの故城戦は 海軍兵学校の教授クレーグエルサイモンズが表した会場での決断の中で5つのアメリカ海軍海戦の一つに挙げられている。他の4つはハンプトンドーズ海戦、マニラ湾の海戦、ミッドウェイ海戦及びプレイングマンティス作戦である。ほとんどの歴史家はセオドアルーズベルトが研究しているように優れた獣金属をアメリカ海軍勝利の要因としている。 ペリー戦隊の大砲は、チェサピーク湾の鋳造所で製造されたものであり、大変な困難さの中でプレスクアイルまで運ばれたが、他の材料や偽装は当時製造業の中心として、発展しつつあったピッツバーグから得ることができた。対照的に、バーグレー戦隊の大砲や物資は、セントローレンス川を遡りオンタリオことエリー港を通って運ばれねばならなかった。1813年早くに、 アメリカ軍がオンタリオコを支配し、ナイアガラ半島を占領していたので、バークレーへの物資はトロントから陸路を経て運ぶ必要があった。ヨークの戦いでのアメリカ軍の勝利は、デトロイトのための大砲がアメリカ軍の手に落ちたことを意味していた。デトロイトはアマーストバーグの防御に使われているものの中から、寄せ集めの物資で完成するしかなかった。 その大砲にはフリントロック式着火機構もマッチもなかった。通気口に詰められた火薬に拳銃で撃って着火していたと言われる。二つの船体の喪失には重要な役割を果たした多くの人物がいた。1812年遅くにジェスエリオットが行った切り込みはデトロイトの破壊とカレドニアの捕獲につながった。 ダニエル・ドビンスは湖での水夫の経験が長く、艦船建造の立ち上げに関わって、エリー湖を建造場所に選ばせた。また、エリー湖への物資の移動も監督した。ノア・ブラウンは、エリー湖での建管の中心となり、二隻の大きなブリック船を設計した。イギリス側では、ウィリアム・ベルが、エリー湖では最強となったデトロイトの建造に関わった。 しかし、ベルの完全主義もあって、デトロイトの建造には時間がかかった。実際に戦争中にエリー湖で作られた唯一の艦船となった。この期間にアメリカ軍は6隻の艦船を観光させており、この不釣り合いがもう一つの重要な要因となった。両軍の乗組員は、職業的水夫に湖の船乗り、ボート乗りあるいは運び屋が混在していた。 ハリソン隊の志願兵がアメリカ軍の乗組員となっており、バークレーはプロクターの連隊から兵士をいくらか借りた。故障船そのものは接近戦であった。風の利点を活かせなかったので、ペリーの優勢な船隊は接近戦に持ち込み、その結果、ペリーの機関は複数の敵と戦うことになった。引き分けの可能性もあったが、イギリス軍の干渉はありえなかった。 戦闘の初期段階で戦いに加われなかったアメリカ戦隊の一部が後に損傷を受け乗り組員が疲れ切ったイギリス戦に打ち勝つことができた。戦列順に表示ありがとうございます。